ちょ、ウィーラーもそれ打ってじゃあ。マギーが打てるんやったらウィーラー絶対打てるって。絶対打てる打てる打てる。マギーであれ3800番あれ。ほらー岡林いやあかんごめんなさいじゃあもうなんでよ。あ、終わった？終わり。多分終わり。終わってゆぐ秒で終わった。本当配信つけて1時間で終わった。さあどっから見ましょうか。秋山、巨人、阿部、ロッテ、あ、じゃ村松。あぶねあぶねえじゃないよ、別にいいよ村松で。俺ヤクルト行くか、 DeNA 行くか。なんか最近さ狙いの球団見れんで終わることが多かったけん、ここらで一発狙いとってもいいんじゃないか。外終わった、これかぶりや。やかましいわ、何が一とつかや、やかましいの。ああ、なんで外国人全員サードかやん。なんで全員サードな、この後に及んで。最近累計引き悪いね。違う、今までが良すぎたんよ。まあちょっと、まあせっかく引いたんやけん使おうか。ちょ、俺ゼラスウィーラー、ウィーラー能力なんぼ。 CAC プリッター、こんなんかマギーとまんま一緒じゃない。マギーのがちょっとステータス高えか。いや一緒やんな、なんか重い、なんか見たことあったもん、なんか見たことあるなあの特能って。それ一緒やもん。フランコも一緒、いやフランコフルスイングついとる。あー、やりますか。じゃあウィーラー、ウィル、じゃあウィーラーサード、ファーストマギー、 DH フランコ、1番2番3番。俺のオーダー弱くない？大丈夫？大丈夫そう？勝てんでしょ。もう大谷森友哉だ、頼りやんかやんこれ。まあでもいいよ、俺これで6割打つわ。おい頼むぜ森友哉、大谷引っ張ってくれうちのチームを。じゃあもう中継ぎ翔平とか使わないかんやん、てか先発翔平とか使わないかんやん。今までオーダーが強かったけん、まあピッチャーある程度さ弱くても使いやったけど。はい、終わりです。終わりです。終わりでしょ。いやこれで勝ったら褒めて、みんなマジで。おいこれで勝ったら褒めてよマジで。いくぞマギー、マギー、マギー、ウィーラー、フランコ、じゃあマギー、フランコ、てかやっぱ強いなこの特の。マギー、フランコ、ウィル、やっぱフランコ特の強いな。一本打っただけで俺あんぐらい叫ぶけん今日。一本打っただけで俺あんぐらい叫ぶけん今日、よろしく。ウィーラー、こういうフォーム最高。トゥルトゥーゼラスウィーラー、いや応援歌やっぱいいよ。ホークス戦の時によう聞きよった応援歌や、これこれこれ、この応援歌、この応援歌、ウィーラーは。
あとマジで翔平頼む翔平頼むぞ、引っ張ってってくれこのチームを。ロサンゼルスエンジェルスにおる大谷みたいな感じいやいや、フランコホームラン打ったけどな。あと森友哉かっこよくなったね、あんたね。大谷、森がトラウトでエンゼルス直江。いやいや、エンゼルスも打線爆発すれば強いんで、なめないでください。おいじゃ、よし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 。うわ、打てばよかった。いや、今のカット打てばよかったな。オーケー、ちょ、代打落ち合い出していい許して、スケットトラウト、これスケットトラウトです。トラウトスケットトラウト、行くぞ。えい、岡林いやあか、伝説やっぱ俺強い。みんな選手じゃない、技術や。あとできればちょっとウィーラーの守備見たいな。だってウィーラーってさ、ヤンキース時代サードしょったろ。なんかそれ動画で見たぞ俺。3800純正相手にこんだけ能力出るマギー強いね。まあさすがに内角こんか。え、ウィーラーもそれ打って、じゃあマギーが打てるんやったらウィーラー絶対打てるって。マギーが打てるんやったら打てる、ウィーラー絶対打てる、打てる打てる。マギーであれ3800番あれ、ほらいや3800マギーでライトスタンドいけるんやったらウィーラー余裕ばい。ちょっと待って、バース掛布岡田違うよ、マギーウィーラーフランコ、時代はそっちよ。まあ叶えませんでしたうわ、ちょっと行きたかったな今の。3打席連続、3者連続、うわ3者連続行きたかった、うわ。うわ、3者連続打ちたかった。喋らんかったらその2球前のインコースのツーシーム打っとったわ俺。喋りよったけん見逃したけど、あ、喋ってなかったらホームランできた絶対。まあいっか、愛しのマギーとウィーラーでアベック打てたし、いいや。しかしマッキー打ちやすいな決めていいぞもうマギウィーラーに出番なんかないぞって、俺で決めるよって。てか俺さ
今までマギー使ったことあるけど、流しでホームラン打ったのは今日初めてです。俺初めて打った、今までマギー使って。マギー人生初流しホームランやったんやけど、あのフランコだけ打てませんでした。改めてマギーに突コーチぶっ込んだの今どう思いますか？あの返してください、普通に。マギー返して、俺の突コーチ。あとブーマー。あの二人に突コーチ使ったの俺絶対もう金輪際忘れないんで。トゥルン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 トゥル。お、そボールなんや。しかも今のヒットなんや。あ、強い強い強い、パワー89、これ強い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 、これ流し余裕と思うよ。余裕じゃないかと。ごめんなさい。じゃあもうなんでよ、こんなみんな回線コンセント抜ける。まあさすがにウィーラーとマギーにあんなヒット打たれたら、まあ、やめたくなる理由もわかるけど。まあわかるよ、その落合さんにホームラン打たれるとか、そのなんやろうな、ね、大谷にホームラン打たれるのはわかるけど、まあさすがにマギーとウィーラーにああいうヒット打たれたらさすがに切れるんで。マイナイセン、91、強っ。ゼラスウィーラー、ウィーラー、わー、パワー90やな。え、全然やれる、全然やれて草。よし、あープルヒ出てほしかったな。プルヒ発動すればね、俺の嫌いな右バッターの右インコース、このツーシームがねコンクなるけん、プルヒ発動してほしかったよな。よし、いいね、右バッターのプルヒ。俺ね、右バッターの嫌いな理由って、右ピッチャーのツーシームの食い込んでくるボールストライクの判断が苦手やけん、右バッター使いたくないんやけど、これプルヒ出たら内角こんのいいな。それホタミョンの時も言ってたよ。右バッタープルヒッター、そういうメリットがあるっつって。俺の良くないとこや。もう切断多いて。さあウィール、さよならウィール。さよならウィール、ウィール、全てはウィーラーのために。オールフォアワン、ワンフォアウィーラー。